皆さんはお風呂に入るときに、どういう風に過ごされているでしょうか。まあ、日々の疲れを洗い流すお風呂ですが、人それぞれの過ごし方があると思います。うまるはこんな感じです。これより紹介するのは、うまるがよくやるお風呂の入り方です。氷アイス、ポテイト、ジャンプーならぬ、コロコロ、そして、ゲームボーイ、うまるの塩、完成。忙しいうまるは、お風呂の中でもゲームでの孵化作業を欠かさない、お風呂でやる、お風呂でポケモンの孵化作業をやると非常にはかどるんですね、これね。はい。まあ、そんな孵化作業をしている中でも、ね、こうやってコロコロをね、読むのもよし。いやー、妖怪ウォッチ面白いな。お、ポケモンまだやってるんだ。すごいな。お、6V のポケモンが生まれたぞ。はい。そして、お風呂の中で食べるこの氷。この氷アイスなんといっても最高です。うまい。さらに、お風呂でこれを食べる利点は一つあります。ポテトチップスの手の汚れを気にせずに、こうやって食べることができます。最高ね。ここにはチーズタラもありますね。最高。チーズタラ。フェータラ、ポテイト、ほんと、氷アイス、幸せだー。あれ、ブクブク終わっちゃった。ちょっとお兄ちゃんのところに行ってブクブクを追加注文してこよう。よし、新しいブクブクを手に入れたぞ。これをさらにぐわーって入れるんだ。ブクブクが泡になって、とろけそう。最高だー。